くあのコンセプトがまずシンプルで、あのそうさっきも話も出てましたけど、本当にあのいろんなアサナを学んだけれども、すべてあの基本的な原理が一つになっていて、それがすごいあの分かりやすくて、であの何かちょっと迷った時はやっぱり基本に戻れるというか、でそれで多分アサナをすることじゃなだけじゃなくて、あの普通の生活においても多分いろんな複雑そうに見えることもきっとこうなんか基本原理というか基本的な軸みたいなものはきっとあのシンプルなものだと思うんですね。であの、まあ、ここで学んだ通りようにあの呼吸をこう一旦こう深く吸って吐いてして、で心を落ち着かせてそれを見るときっと物事っていろいろシンプルに見えてくるのかなっていうふうに思いました、うん、なのでここで学んだことを、まあ、現実の日常生活にも生かしていけると思います